はい、どうも、風白郎です。今回はですね、作者当てゲーム第2弾の作品の一つを朗読していきたいと思います。作者名は伏せられていますので、誰の作品か考えながら聞いてみてください。それでは行きましょう。雪姫様の白騎士。しんしん、しんしん、しんしん、しんしんと雪は降り積もる。雪の降り続ける世界はひどく静かだ。地面に積もって雪が音を吸収するからとか、寒さを嫌う生き物たちが巣穴で息を潜めているからとか、多分いろんな理由があるんだろう。けれどそんなことは全くもってどうでもいいことで、僕はこの静けさが好きだった。僕は生まれつき体が弱くて、滅多のことでは外に出してもらえない。公爵家の礼則である以上、ちょっと熱を出したり咳をしたりするだけで、を大事にされてしまう。そうして僕が体調を崩して、叱責されるのは僕ではなくて、羊であったり、侍女であったり、あるいは使用人であったりする。公平で寛大な父さんも、息子のこととなると我を失うらしい。僕が亡くなった母さんもそっくりの優しい顔立ちだったから余計だろう。父様はとっくに再婚もしている。前妻そっくり僕が適用されているのを、母に申し訳なく思うのだが、ママ母は気丈な人で、変に気を使われると、かえってプライドに傷がつくし、そういうめめしいところも含めてお慕いしているのよ、ときっぱり言うのだった。あえて父様の目の前で。まあそんなわけで、僕は領分をわきまえている。どうせ体の弱いせいで食いぶちを潰すだけの存在なのだから、できるだけわがままを言わないように心がけているつもりだ。ただ雪が降った時だけは例外で、この時だけは僕はわがままを言うのだった。別にお金のかかるようなことではなくて、単純に僕の虚弱たらしい体に負荷が高まることなのだけど、外に出て雪を見たいというようなことだ。このわがままは僕のが特別体調のいい時だけ許された。ただ自由に出歩けるということではなくて、やりすぎだろうというくらい手厚く防犯をした上で、15歳にもなって力自慢の騎士に抱きかかえられて長くても数十分。昔から公爵家に仕える騎士の家系に生まれたケビンだって、15の男なんかより愛らしい妹にリエラの方を抱っこしたいに決まっている。今年で20歳になるケビンは、背が高くてがっしりしていて、僕とは正反対の精悍な若者だ。本当だったら、虚弱体質のお坊ちゃんのもんもりより、もっとふさわしい役があるだろうに。寡黙な青年騎士は文句一つ言わず、いつも僕の傍らに控えている。ねえ、ケビン、雪の上を歩きたいよ。ギュッギュッっていう、あの感触が好きなんだ。いけません。お体に触ります。いいじゃないか。僕の体なんだから、僕の好きにしていいだろう。僕はケビンの熱い胸板に頭をすりつけて甘えてみせる。15の男のすることじゃないけど、いつの間にか癖になっていて、ケビンにこうして運ばれるとき、僕は時々こういう仕草をする。いけません。ディール様は今日も晩ご飯をお残しになりました。だってしょうがないじゃないか。僕には量が多すぎるんだよ。私が同じ年の頃は、あの場合は食べていました。僕が甘えてみせても、ケビンはちっとも揺るがなかった。僕はすっかり機嫌を損ねて、彼の分厚い胸板に顔をうずめたまま、口を聞かなくなった。雪はもうよろしいのですか？よくない。もっとここにいる。雪など少しも見ていないではありませんか。ケビンが暖かいのがいいんだ。お屋敷の中の方が暖かいと存じます。寒い中で、ケビンだけ暖かいのがいいんだ。僕がケビンにしがみついたままそう言うと、ケビンはしばらく黙り込んで、それからようやく口を開いた。むっつりとした顔のまま、大きな手で僕の頭を撫でる。そろそろお部屋に戻りましょう。お体が冷えてまいりました。やだ、まだいる。ケビンは何も言わず、そのままきびすを返した。ぎゅっ、ぎゅっと、新雪を踏みしめる音だけが聞こえる。口で何か言っても、ケビンに力で叶うはずなんてないし、僕も抵抗しようとは思わない。
僕は兄のような存在の彼に、ずらだをこねて困らせるのが好きで、ケビンがそれに何も言わないのが嬉しいのだ。ケビンといるとあったかい。ケビンといると安心する。雪の夜が好きなのは、ケビンのぬくもりをより確かに感じられるからなのかもしれない。兄様はまた雪を見に行ってたの？いつも思うんだけど、こんな寒いのに正気なの？だって好きなんだ。すごく静かだろう、雪の夜は。次女のアマンダの手を借りて濡れた服を着替えさせてもらって、ケビンにベッドの上に寝かせてもらう。それくらいは自分でできるし、弟のカレルは自分でやっているのに、屋敷の人たちは誰も彼も僕に過保護だ。父様や弟たちも含めて。弟のカレルは生意気盛りの13歳だ。僕とは腹違いの兄弟にあたる。俺は賑やかな方が好きだけどなぁ。カレル坊ちゃんと違って、ニール坊ちゃんは情緒というものを分かっていらっしゃいますからね。私はニール坊ちゃんのおっしゃることもよくわかりますわ。もちろん、賑やかなお祭りも大好きですけれどね。アマンダがニコニコと笑いながら言う。ケビンは黙って、ドアの横に立っていた。屋敷の中で何とする者がいるとも思えない。楽にしていいといつも思うのだが、騎士の務めだと彼は主張して聞かない。僕だって、それお祭りは見に行きたいけれど、もし途中で倒れでもしたら大騒ぎになるだろ？兄様は気を使いすぎなんだ。医者についてきてもらえば問題ないだろ。そうですわね。もう少しわがままを言っても罰は当たりませんわ。カレル様は少しわがままが過ぎますけれど。アマンダのからかいを含んだ言葉にカレルがなんだよとむくれる。弟はすでに僕より背も高くなって、日に日に男らしくたくましくなっている。知らない人が見たら僕の方が弟に見えるかもしれない。同じ弟として思うところがないではないが、表情豊かで素直な弟を僕はとても可愛らしいと思う。アマンダもそう思うからこそこんな風にからかうのだろう。僕は今のままのカレルが好きだよ。わがままも家を継いだらどうせ行ってられなくなるんだから。後を継いだらって、長男は兄様だろ。言いながら、カレルが身を乗り出す。僕たちの関係は、僕たちが思う以上に複雑だ。家を継ぐのは長男というのが慣例である。けど、体の弱い僕には、その適性がないのだ。亡くなった母様より、ママ母の方が、家が上だし、何よりこんな体じゃ漁師は務まらないよ。そんな、兄様はそれでいいの？代替わりしても屋敷に置いてくれるなら何も言わないよ。引っ越しするのは大変だからね、と冗談めかして言うと、俺が兄様を追い出したりするわけない、とカレルは泣きそうな顔で言った。体は僕より大きくなったのに、カレルはずっと泣き虫だね。僕はそれを愛おしく思う。カレルの泣き虫が治る日も、僕はこうしていられるだろうか。泣き虫呼ばわりされても、カレルは抗議しない。僕の弟は、他の者には大人扱いされたがるくせに、僕には人一倍甘えたがるのだ。兄様、俺がちゃんと医者を手配するから、夏至のお祭りは一緒に行こう。父上も母上もちゃんと説得するから。リエラも、町の人たちだって兄様が来れば喜ぶから。リエラは妹だ。まだ11歳。いや、もう11歳かな。ママ母上そっくりの、ちょっとおてんばな、可愛い妹だ。考えておくよ。考えておくよ、じゃなくて、約束、絶対。カレルが身を乗り出して顔を近づけてくる。僕はその勢いにびくしょうして、わかった。父様と母様が首を振ったらね、と答えた。カレルは、やったと嬉しそうに笑った。さっきまで泣きそうな顔をしていたのに、厳禁なことだ。医者の手配も、両親を説得するのも、今後カレルが漁師としての務めを果たすのに、いい訓練になるだろう。
あの過保護な父様をどうやって説得するのか見物ではある。カレルは決まったわけでもないのに、リエルにも伝えなくちゃとひとしきりはしゃいで、アマンダにたしなめられた。僕はニコニコとそれを見ていて、ケビンは相変わらず黙ったまま立っている。ねえ兄様、今日は一緒に寝てもいい？カレル、もう13なんだから、一人で寝られるだろう？体はもうすっかり僕より大きいくせに、カレルはとても寂しがり屋だ。兄様は雪なのに外に出て、体が冷えてるじゃないか。一緒に寝た方があったかいよ。リエラが聞いたら、のけものにされたってまた拗ねるよ。リエルは女の子だからダメだよ。ダダをこね始めたカレルに、助けを求めるようにアマンダの顔を見る。彼女は可愛らしくて仕方がないという風な慈しみ深い視線を僕らに向ける。そんな風に騒ぐのでしたら、ニーロ坊ちゃんのお体に触りますから、ケビンに頼んでお部屋に移れ帰りますわよ。静かにしていられるのでしたらよろしいかと思いますわ。カレル坊ちゃんの元気を少しばかりお兄様に分けて差し上げなさいな。アマンダはニコニコと笑っていた。彼女は僕にも甘いけれど、同じくらいカレルやリエラにも甘い。彼女は子供の産めない体なのだ。彼女にしてみれば、僕らは我が子のようなものなのだろう。ねえ、ケビン。ケビンも一緒に寝よう。アマンダの忠告も聞かず、カレルははしゃいで言った。ケビンは眉一つ動かさず答えた。残念ながらカレル様、私は寝相が悪いので、お二人を潰してしまいます。真面目腐った顔で言った。ケビンは冗談なんて言わない。本当に寝相が悪いのだろう。毎朝スイーツをぐちゃぐちゃにしている。彼の寝起きを想像すると笑いがこみ上げてきた。妹のリエラの婚約が決まったのは、夏至のお祭りを前にしてのことだった。貴族の婚約というのは、往々にして政治的意図によって決まる。僕の母の場合、世にも稀な恋愛結婚だったらしいけれど、大抵の場合、このくらいの年で政略結婚が決まり、成人すると同時に嫁していくことになる。リエラは11歳だから、成人して大人になるまであと5年だ。一緒にいられるのもあと、たった後の5年ということになる。婚約者は、我が公爵家よりも大きな家の17歳の青年らしい。彼だって、11歳の女の子と結婚前提にお付き合いしろと言われたって困るだろうが、彼は当時のお祭りの日に我が家に挨拶に来ることになって。家の格はあちらが上なので、本来なら我が家から挨拶に向かうのが筋なんだろうが、見聞を広めておきたいということらしい。僕は普段なら人前に顔を出さないんだけれど、そのせいで僕の容姿についてはいろいろと噂が絶えないらしい。大事な妹を預ける相手なのだ。人となりと自分の目で確かめたいと思った。とにかくそのことを告げられたリエラは、二の一番に僕の部屋に来て、父様となぜかカレルの悪口をまくしたてで、アマンダに、お兄様の体に触りますからほどほどに、と叱られていた。ケビンは相変わらず何も言わずにドアの脇に突っ立っている。お兄様、私結婚なんてしたくないわ。しかも会ったこともない6つも年上の男よ。17歳なら十分若いじゃないか。人によっては20も30も上のおじさんに嫁がされることもあるって言うよ。リエラはまだ運のいい方さ、と言うと、リエラはまだ納得がいかないといった様子で頬を膨らませていた。それは私だって知っているわよ。でも聞けば、ライル公爵霊則はとんでもない女大使の粗骨者だって言うじゃない。私はニール兄様みたいな優しくて線の細い殿方がいいの。僕を理想にしてもらっても困るけど、僕は武芸に長けた立派な男性だと聞いているけどね。女たらしというのは聞き逃せないな。でしょ？まあ、どんな相手であっても、リエラは文句を言ったに違いない。貴局のような恋愛に憧れる年頃なのだ。恋愛結婚なんて平民でも珍しい。結婚は家同士の話で、
大抵は親同士で話をつけるものなのだ。少女らしいといえばそうだが、リエラはちょっと夢を見すぎだろう。僕は公爵霊足に少しばかり同情する。浮気をしないように僕からもちゃんと言っておくよ。でもリエラ、貴族には貴族の務めがあるんだ。僕はこんな体だからそれを果たせないけれど、その分君はカレールが頑張っておくれ。あの公爵家との婚姻が成立すれば、我が家もより安泰になる。我が家が安泰になれば、この地もより繁栄するだろう。納得はいかないかもしれないけど、納得するために、この相手のいいところを探すよう努力するのも大事なことだよ。記念文だけで悪い奴だと決めつけるのは良くないね。僕がそう尋すと、リエラは、わかったわ、としぶしぶうなずいた。大丈夫。リエラはとびきり可愛くて強い子だ。うまくいかないわけがない。お兄様、私は怖い夢を見るの。朝起きたらお兄様がいなくなっている夢よ。私はあと5年でお屋敷を出ないといけないけれど、ちゃんとお兄様はいてくれるわよね。もちろんだよ、と僕は笑った。もちろん、そんな保証はない。ああ、嫌だわ。ライル卿が嫌な男だったらどうしよう。らしくもなく悲観にくれるリエラに、何と言葉をかけていいものかと迷っていると、いつも通りドアの脇に黙って突っ立っていたケビンが口を開いた。リエラ様がご心配なさる必要はございません。もしニール様を悲しませるような輩であれば、私が切って捨てますゆえ。あまりの言葉に、僕らはパチクルと目をまたたかせ、顔を見合わせる。しばらく黙った後、リエラが言った。私も人のことは言えないけれど、ケビンのお兄様信仰は相当ね。呆れたような声だった。そんなことより、お兄様聞いて。枯れるお兄様ったら、私は女の子だから一緒になるのはダメだなんて、のけものにするのよ。明日、ライル教が来て正式に婚約が決まったら、一応私も淑女だわ。最後だから今夜はお兄様と一緒に寝てもいいでしょ？リエラの話題はコロコロと変わる。女の子らしいといえばらしい。まあ、自分より体の大きくなった弟に甘えられるよりはいいので、僕は彼らの時よりあっさりといいよ、とうなずいた。それから明日はどんな服を着ようかしら、とそんな話に変わっていて、リエラは案外、婚約を嫌がっていないようだった。ライル卿はがっしりとした体つきのたくましい青年だった。同じようにたくましいケビンと違って、そのおもだせやのことなく甘い。女たらしという風評もなるほどうなずけるというものだ。これは驚きました。ニールさん自らお出迎えいただけるとは。いや、噂通りお美しい方です。とても儚げで。一目ではあなたが私の婚約相手かと勘違いしてしまうところでした。妹の前ではそんなようなことをおっしゃらないでくださいね。あれはまだ子供ですが、気持ちは一人前の淑女ですから。相変わらず過保護な皆に想定以上の厚着をさせられて、屋敷の玄関先で僕は公爵家の長子としてライル卿を出迎えていた。僕の後ろには相変わらずケビンが無言で佇んでいる。南方からいらしたのであれば、ずいぶん寒い思いをされたでしょう。温かいお茶を用意しておりますから、どうぞ中にお入りください。僕はそう言うと、羊が目礼してドアを開ける。どうぞこちらへ、と僕はライル卿を先導する。慣れないことをしているせいか、つまずきそうになると、ケビンが間髪入れずに支えてくれた。本当にお体が丈夫ではないのよ。ですね、突然の来訪でご無理をさせてしまったのでは。可愛い妹を預ける相手ですから、自分の目で人となりを確かめたかったのです。などと言うと、ご不快に思われますか？いえ、とんでもない。仲睦まじく、羨ましいくらいです。弟も妹も、いつまでも甘えん坊で困ったものです。はように美しく、優しい兄君では、それも無理からぬことでしょう。あなたが女性であったら、私も恋をしていたかもしれません。その言いように、僕もさすがに苦笑する。
それはさすがに褒めすぎですよ。私は一日の大半を寝台の上で過ごしていますから、貴族としては全くの役立たずです。仮に女性、女に生まれていたとしても、このような体では子も産めぬでしょう。そうかもしれませんな。あなたが妻では無理をさせぬ自信がない。妹はまだ子供ですので、あれの前ではそのようなことをおっしゃらないでくださいね。僕はそのように釘を刺す。この人は誰に対してもそうなんだろうか。肝に銘じておきます。それよりどうでしょう。我が領土に越して来られる気はありませんか。暖かい土地で過ごした方がお体にもいいでしょう。お心遣いは嬉しいのですが、私は雪の降る景色が好きなのです。そうですか。私の故郷では雪は降りませんからね。とても残念だ。暖かい土地というのは心惹かれないでもない。ただ南方に移動する間、体が持つか、ところで後ろに控えているケビンから何か言いようのない咳がこもっているような気がする。これは怖いな。小さくライル卿がつぶやいた。僕はそれをはっきりと聞き取れなくて、何かと問うと、いや、何でもありません、とライル卿は苦笑いした。ライル卿は少しばかり軽薄なところはあるようだけれど、砲弾師だった。身分の低い使用人にも偉ぶったことは言わず、礼儀正しく振る舞った。父様と母上はもともと面識があったらしいから、僕やカレル、リエラとの面倒しが主だったんだろう。もちろん、ライル卿が旅行好きで、我が町の夏至祭りを見に行きたいというのもあるのだろうが。特に武術に長けたライル卿は、同じく武術の類が好きなカレルと気があったらしくて、二人は意気投合していた。何せこれから義理の兄弟になる相手だ。仲がいいに越したことはない。当時のお祭りは僕も見に行けることになった。もちろん、二者同伴という条件付きだ。ライル卿が来なければ、おそらく父様は首を縦に振らなかったろう。当時のお祭りは、雪深い我が町において、数少ない娯楽だ。秋までに溜め込んでいた食料は、この時ばかりは惜しげもなく振る舞う。体の弱い僕は、特に冬の間はほとんど外に出ない。だから当時のお祭りをこの目で見るのは、実のところ生まれて初めてだった。町には雪で作られた像が数多く並んでいて、真っ白な景色なのにすごく華やかだ。何せ雪はただだ。必要なのは像を作る労力だけ。安上がりといえば安上がりだろう。その光景に僕も感動したが、ライル卿も感動したようだった。ライル卿の故郷はここよりもずっと南方にあって、冬でも比較的暖かく、雪も全く積もらないらしい。興奮するのも無理からぬことだろう。いや、これはすごい。わざわざ足を運んだ甲斐があったというものです。これはまあ、女たらしのライル卿らしくもない出現でした。それでは、私に会いに来たのがついでのようではありませんか。案の定、リエラは機嫌を損ねてしまった。まあ、実際ついでなんだろうけど。これを見に来たのではなければ、こんな時期にわざわざ我が町を訪れる理由がない。僕は苦笑いして、ライル卿を手招きした。かがんでください、と言うと、彼にそっと身打ちする。なぜか彼は顔を赤くしている。寒いからだろうか。あのようにすねるということは、リエラはあなたを気に入っているのです。妹の機嫌を損ねたままにしておくなら、兄として結婚は認められませんよ。女たらしのライル卿。そう囁いて僕はニコリと微笑んだ。ライル卿はなぜか顔を真っ赤にして、それから顔を青くした。相変わらず僕の背後に控えているケビンから、また言いようのない先が立ち上っている。ライル卿は、リエラに声をかけた。必死に取りなされて、リエラはどうにか機嫌を直したらしい。露店で何か買ってほしいとおねだりをしている。ライル卿はほっとしたような顔で受け負った。ライル卿は目くれし、リエラの手を引いて離れていく。あの二人はきっと、いい夫婦になれるだろう。
僕は安心してそれを見送った。ところで、ライル卿が来てから、ケビンは機嫌が悪いね。僕は小さく首をかしげる。どうせ本人に聞いてもまともに答えてくれはしないので、話しかけるなら並んで歩くカレルだ。だってライル卿、アキラさんに兄様を横島な目で見てるもの。ライル卿一流の冗談だろ。僕もライル卿も男じゃないか。兄様は下手な女の子よりも綺麗なんだからさ。その上優しくて儚げで控えめで。もういいよ、恥ずかしいな。というかカレル、お前そんな風に思ってたのか。みんなそう思ってるよ。兄様が恥ずかしがるから言わないだけで。まあ、ケビンが睨みを聞かせるから手出ししようとするバカはいないけどね。知ってる兄様、ケビンって雪姫様の白騎士って呼ばれてるんだよ。なんだいそれ。まさか雪姫って僕のことじゃないだろうね。そう言って僕は深く息をついた。こんなに長く外を歩いたのは久しぶりだ。少し疲れた。ケビンは何も言わず僕を横抱きに抱え上げた。ケビン、町のみんなが見てるよ。ケビンと兄様のそれは、この町の人ならみんな知ってるよ。カエルはさも当然のように言った。確かに、僕が抱きかかえられて雪を見に庭に来ているのは、屋敷の者なら誰でも知っている。でもそれが町にまで広まっていたなんて。まあ、本当にお姫様みたいなもんだからな、兄様は。ケビンだって愛想は悪いけどハンサムだし、絵になるよね、実際。カレルの軽口に僕が精一杯の迫力で睨みつけると、カレルは肩をすくめて走っていた。カレルは時々屋敷を抜け出して街に遊びに行っている。友人もたくさんいるのだろう。友達見つけた、ちょっといてくる、と手を振って走り出す。賑やかな祭りの空気の中、僕ら二人きりになった。大柄なケビンに抱えられて、悪目立ちしているなと自覚はしながらも、僕はオースオースとくじを開く。ねえ、あのさ、ケビン。何でしょうか。ケビンは相変わらずの仏頂面だ。僕の記憶する限り、彼は子供の頃からそうだった。ケビンも僕をお姫様みたいに思ってる？少し意地悪な僕の問いかけに、ケビンは眉根を寄せて、しばらくしばし逡巡した後、答えた。あなたは私にとって誰よりも大切な姫君です。初めてお会いした時から。まっすぐすぎる答えに、僕は顔が熱くなるのを止められなかった。熱があるのとも違う。これは何だろう。どこにも行き場のないこの気持ちは。本当に僕が女の子だったら、ケビンは僕に無理させてくれた？僕はケビンの顔を見上げた。男らしくもなく、人目が潤んでいたかもしれない。僕が女の子だったら、多分ケビンに恋をしているとはっきり言えたと思う。でも僕は男だから、そう思うと泣きそうになった。ケビンは何も答えなかった。何も答えなかったけれど、ゆっくりと僕に顔を近づけて、ほんの一瞬、僕の唇に、彼の唇が触れたんだった。ケビン。僕は驚いた。ケビンにされたことをひどくすんなりと受け入れている自分に。もっとしてほしいと思っている自分に。僕は無意識に甘えるような声で彼の名前を呼んでいた。恐れながら、ニール様は昨夜も晩ご飯を残されました。だってしょうがないじゃないか。僕には量が多すぎるんだよ。食べなければ体力がつきません。ケビンは僕を抱えたまま賑やかな街を歩く。愛を交わすのはとても体力を使うものなのですよ。まずはしっかり食事をとって体力をおつけになってください。彼らしいセリフに僕は、ねえケビン、その言い玉だと君は他の誰かと愛を交わしたことがあるの？それは、ケビンは正直だ。嘘をつかないし、嘘をつけない。でも今回ばかりは、その正直さが、痛く僕の不況を買った。ケビンなんて知らない。
下ろしてよ。自分で歩ける。いけません。若体に触りますその後、ケビンは、ライル教に真珠の髪飾りと、ラピスラズリのネックレスを買ってもらって、上機嫌のリエラと、たくさんの友達を伴って戻ってきたカレルに、僕の機嫌を損ねたとして、くどくどと説教をされた。カレルとリエラに叱られて、少ししょんぼりしたケビンは、ライル教に何事か助言されて、僕にムーンストーンの髪飾りを買ってくれた。女物のそれを僕が人前に身につけることは生涯なかったけれど。一人の時、あるいは彼に抱きかかえられて二人で雪の降る景色を見る時、僕は彼だけのお姫様になったつもりでそれを身につけるのだ。はい、以上で雪姫様の白騎士でした。ありがとうございました。